アベル、準備できてる？待って、ちょっと待って。早くしてよ。よし、よし。せーの。50万人突破ありがとう。ということでね、本日、50万人を突破することができました。まさか、まさか本当に突破することができるなんて、すごいことだよこれは。うむ、本当にありがたい限りですなぁ。長々とお礼の言葉を述べたいところなんだけど、アテネがね、みんなに伝えたいことがあるみたいなんですよ。え、ちょっとおい？いや、前に伝えたいことがあるって言ってたやん。いや、確かに言ったけどさ。うん、まあ、こういう記念の動画ってあんまりしないからね。このチャンネルを数年前に登録してくれた人、最近登録してくれた人、そこは人それぞれ違うと思う。でも、私たちの動画を見てくれてることには変わりはないから、いつも見てくれて、ありがとう。ああ、もう恥ずかしいから、あとはアベルお願いね。ちょっとアテネさん。まあ、本当にいつも見てくれてありがとうございます。この後は、今までの名場面や僕の気に入ってるシーンを集めた動画となってるよ。いろいろと懐かしい気持ちになりながら見てください。ええ？お前は、いつぞやの蘭姉ちゃん。いつ俺ここから出れるんだろ。ひょえー。ちょちょい待て、あのみ、緑の物体なんですか？クリー、パーとか、そんなことないですよねー。嫌だよもう、あんなのどう見たって、なんでも爆発野郎のクリーパーじゃねえか。なんでここに湧いてるの？めっちゃ明るいですよね。まだ気づいてないし、大丈夫だ。キャー、こっち来てるー。待ってクリーパー、話し合えばわかるから、何でもしますから、僕まだ死にたくない。今まで、楽しい時間をありがとう。挑戦しようよ、アテネ。いやいや、危ないでしょ、これは。絶対いけるから。いけるわけないでしょ。いや、俺は食べられるね。死んだって知らないよ。ハッパー、俺が死ぬとでも思ってるのか？アーベール。なんなのこれ？押さないでって言われたら、何？やだ。何がどうなってるのよ。いや、押しちゃったねじゃねえよ。お前全部知ってただろ。ねえ、本当にこれ何が起きてるの？もう嫌だよー。さっきのほのぼのした雰囲気はどこに行ったんだよー。へえ。よかった。最初の画面にも、うらー。参ります。サンダーボルトー。ひゃ、クマンボルト？そんなにねえよ。でも今一撃で羊が消し済みになったんだよ。えん。楽しい。これ前回の土の謎魔法と同じぐらい強いのかも。そう？この雷が羊に当たった瞬間、羊の中を電流が走り、最終的に脳みそをめぐりドロッドロに溶かしているので、わーわーわー。どうしたのアテネ？なんでいちいちそんな説明してくるのよ。いやー、聞きたいかなーと思って、シュン。どこの誰がそんな説明を聞きたがると思ったんだよ。え、視聴者とアテネ、とアテネとアテネ。なんで私3人いるのー？ほら渓谷から抜け出しちゃったじゃない？もう終わりだよ。こんな大きさのやつに勝てるわけがない。ステージ3の3倍ぐらいはありそうだな。お願いですからこっちだけは見ないでおくれ。でも、全然襲いかかってくる様子はないわね。ただ単にアベルが弱すぎて眼中にないのかな。それはそれで悲しいけど今はよしだね。でも僕身動き取れなくなくない？今は穏便に、ドラゴンの木を刺激しないように、来るな。もうやだこの状況。ふ、びっくりしたよ。それはこっちのセリフですよ。町のあいつらかと思ったじゃないですか。ああ、君もあれを見たんだね。あなたは、正常な人間ですよね。はは、どうだろうね。え？これ、一人で潜るのは危険じゃない？アベルがおとりになった方がいいと思うんだけど。迷うことなくどうして僕を指定するの？相方の命を大事にするのが相方ってもんじゃないの？俺、悲しいよ。やばい、なんか始まった。今までさ、人としてまともな扱いをされてこなかったんだよ。それでさ、アテネはさ、俺のことを対等に見てくれると思ったんだよ。なのにさ、こんな仕打ちってあんまりじゃない？アベルさん。アベルさんとアテネさんって2年以上関わってるみたいだけど、アベルさんが対等に扱われてるなんて思ったことないですよ。うん。あっはっはー。いや君たち冗談うますぎてくさ。わらわら。でもよかったね。俺が冗談通じるような人でさ。ねえ。よし、ここから岩盤まで斜め掘りしようか。やばい。え、何どうしたの？うずく、うわあ、腕がうずく。何？中二病発症しちゃったの？男子に一度は訪れると言われてるあの中二病が今発症したの？そう、別名、クラフター病。クラフター病？こういう汚いところを見ると、無性に整地&装飾がしたくなることである。綺麗にしたい。いちいち紛らわしい反応しないで。で、ボートが気になる。ボートに関しては本当に謎です。ほら、ボートに乗ってごらん。小さいボートだな。
全然乗ってくれないわね。もしかしてこれ、ドラゴンを肩に乗せた状態で飼い主が乗るやつ？これが正しい使い方だったのでは？ああ。何この地獄絵図？ボヘア？ごめんごめん、俺の水着姿の話だったね。じゃあさあてね、見てから判断するってのはどう？はぁ、あ、何言ってるのかよくわかんない。実はさ、俺の水着スキン、用意してるんですよ。だからそれを公開して賛否を決めようぜ。なんでそんなのが用意されてるんだよ。でもまあ、スキンぐらいなら。それではみんな、俺の水着スキンを公開しちゃいます。いやーん、何回ノックアウトされんだよー。こいつ、プロだ。なんのだよ。くそ、もう一人参戦してきやがった。邪魔なんだ。よ。お久しぶりーく。ということで今回はフォートナイトをやっていきます。それでは、ミュージックスタート。てっ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 てー、ちゃちゃちゃ、てっ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 てーってー、ちゃちゃちゃ、てっ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 てーってー、おい、てっ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 てーってー、踊ってないでゲーム始めろやボケカスー。俺たちのために？つまり、弾いちゃってもいいってこと？はい、弾いちゃってください。何が起きるのか、楽しみだね。んじゃ、せっかくメイドさんが用意してくれたんだし、弾いちゃいましょうかね。おーおー。え、なになになに？ちょっと待って、何が起きてるの？遅いんですよ。ちょっとメイドさん、冗談はやめてよ。冗談？冗談なわけないじゃないですか。あなたたちには、ここで死んでもらいます。いやいや、当てねよ。今の俺なら大丈夫だって。なんだか余裕でいける気がするんだって。ちょっとアベル一旦引いて引いて引いて。さすがにこの量は無理だって。いや、これはむしろチャンスなのでは？は？このゾンビ2体をいい感じに盾にして、匠が爆発した時に死なないようにしよう。やっぱり今日の俺、冴えてるぜ。そんなうまいこといくわけないよね。お猿さんでも考えたらわかることだ。あ、ちょっとこれやばくね。あ、左の部屋の鍵が開いたんだ。よかったー。これで先に進めるわね。こうやって謎を解いたら鍵が開いていくってシステムですな。ねえアベル、今カゴが動いてなかった？絶対動いたよね。いやいや、アテネさん神経質になりすぎだよ。もうちょっと心落ち着かせてプレイしよ。だって真ん中から確実に移動してるじゃん。まあいいや、早いとこセーブしときたい。やだやだやだ。うへへ。ひらー、クマでっかいクマー。もう無理、もうプレイ無理。は？なになになにこいつ？は、反対向きに歩いてるわよ。重力に頑張って逆らってるんだろうね。それにしても面白い光景ここ聞きてるー。なんで敵対してんの？あんたが目合わせたからでしょうが。いやー怖い怖い。この野郎、向こうに行きやがれ。すごいオブすごいなんじゃが。大きさ的にどっちもステージ5っぽいよね。でも、ファイアドラゴンに動き取れてなくない？完全にはめられちゃってるよ。はめ攻撃とか嫌われるから今すぐにやめなさい。どうなっちゃうのよこれ。これだけ見てると、ファイアドラゴンの方を応援したくなってくるわね。マジで興奮が収まらないって、こんなの見せられたら魂が燃え盛っちまうよ。ああ、ファイアドラゴンか。負けた？アベルが強いって言ってた場所に行けば？なるへそ、そこに行けばワンチャン見失ってくれる可能性も。あ、ここだよ。この釣り堀の下が強いんですよ。おお、確かにここなら見つけにくいかもだね。鬼に追われてなかったらの話だけど。大変です。ラグで身動き取れなくなりました。ラグで動けず死亡とか一番嫌な。あーん、でもさ、特に何か変わったりとかしてないよね。一応オンオフの切り替えはできるみたいだけども。ふえ？何の音だ？マジで何が変わってんのかわかんないな。あへぇ？ええ？いやお前誰だよ。俺は南の高校生探偵、手術台から出たら、なぜか見た目が変わっちまってたんだ。ブラッキーよ、よくぞここまで成長してくれた。お前がこの領地を守り抜く一匹目の恐竜となるんだぞ。とは言っても、温厚な性格だから何もしなさそうだけどね。わーい、生体になったよ。よしブラッキー、生体になった記念に記念撮影でもしようじゃないか。え？え？ちょっとブラッキー何してくれてるのー。いかがだったでしょうか。懐かしいと思うシーンなどが結構あったんじゃないか？うんうん、いろいろとやってきたんだね。あの、50万人記念にぐらい読んでくれないか？あー、っていうか、メメのシーンなかったよね。ないというか、名場面が存在しないと言いますか。拗ねてやる、拗ねてやるからな。ということで、これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。ぐへー、勝者、ランネーちゃーん。完全に油断しきったところを狙う、完璧な動きだったわね。あの、これどういうこと？知らん。